平成29年6月17日、国道57号北側復旧ルートのうち、外輪山を貫く二重の峠トンネルの着工式が、阿蘇市側の口口で行われました。着工式には、県や地元市町村長、用地提供者らおよそ120人が出席し、まず、九州地方整備局の 小平田幸司局長が国の技術力を結集し北側復旧ルートをはじめとする国道、県道、村道などの復旧に全力で取り組むと式辞を述べました続いて、椛島育男熊本県知事と佐藤義之麻生市長がそれぞれ工事着工を大変嬉しく思いますと挨拶しましたそして トンネル本港横に掘削される避難港の入り口前で着工記念突破のスイッチを入れて工事期間中の安全と早期開通を祈願しました国道57号北側ルートは熊本地震によって南阿蘇立野で国道57号が寸断されて通れなくなったために菊池郡大津町引水から阿蘇市赤水までの およそ13キロを新設するものです。このうち外輪山をトンネルで貫くのはおよそ4キロで、トンネルの事業費は231億2280万円となっています。トンネルの工法は、まず本港の横およそ30メートル離れた場所に、道幅およそ7メートルの避難港をトンネル本港の両側から掘削し始め、 7月から道幅およそ14メートルの本港を24時間体制で作業を進めることになっています。熊本河川国土事務所によりますと、本港に並行して避難港を同時に掘削する工法は九州では初めてということで、2020年度の完成を目指します。